キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はドラフトロッテ編でございます。ロッテ、うん、はい、まあない、まあ、2位で終わったのか、うん、まさかの4位に落ちたのか分かんないけども、はい、今の時点では、うん、まあもうショート勝ちは終わったでしょ。もう終わりました。ショート でも、はい、茶谷、友杉、藤岡がショートで誰が出るか分かんない感じもある。三つどもえ感、三つどもえ、うんうん、出場ガチャ、はい、今、まあ、さすがに取らへんやろ、はい、うん、今年はもうそうですね、うん、誰かで決めるでしょうね、うん、うん、でもよ、はい、もう今年、うん、俺してんねん取るやつ。おお、ちょっとロッテ編なんで、うん、これは信憑性ありますよ、うん、一番いい、はい、第1回選択希望選手、千葉ロッテ前田優吾投手、大阪桐蔭高校。お、そこ行きますか。好きやねん、うん、大阪が、うん、大関西地区好きや、大好きやねん、はい、うん、まあ、藤原選手とか、うん、で和歌山もめっちゃいるからね、うん、吉井さん和歌山、はい、ほらそうですね、で高校生で、うん、ピッチャー、うん、もう斉藤佑樹、あの、うん、佐々木朗希と、はい、左で次はちって、うん、大阪桐蔭、うん、俺あると思う、うん、行きそうやろ、行きそう、うん、ピッチャー野手取った方がいいんだよ、うん、野手取った方がいいですか。確実にだってもう打たれへんねんから、うん、で言いながら、うん、俺は前田行くと思うんだよ。おー、うん、ロッテの今一番足りないところはどこですか。そうですね、うん、その分析だけ教えてください。それは長距離方で、長距離方、長距離方、もうホームラン打たれへんねん、ずっと言ってますね、うん、点取れへんねんから全然、はい、もう打撃よ打撃、うん、もう打撃よ打撃、うん、じゃあもうパンチ力打撃、パンチ力打撃、うん、いやまさかの真鍋啓太、まさかの、まさかの、もうそしたらもう安田とからもかぶるからね、うん、完全に。パワーヒッターで、うん、内野外野どっちがいいとかもなく、もう本当に打てる人って感じですか。とにかく打てるやつ言う、もう打てるやつどこでもいいから打てるやつでもうコンバート誘う、うん、あとはこれどうですか、明治大学の上田君。ああ意外と、うん、だったらもう渡来くんを1位でいっちゃうとか。でもね、うん、ホームランじゃないんですよ彼、うん、スピードスターはもう荻野とか高部とか今怪我してるけどね、うん、いるから長距離砲か、うん、1人でもね知ってるんですよ。お知ってる選手2位で、うん、2位で取る選手はもうこの選手なんです。森田春人、うん、内野履正社高校、うん、履正社のこれ右のね、うん、サードの子なんですよ、うん、これ ジャパンにも選ばれた子なんですけども、うん、打てるスラッガーとして、うん、ホームランも、ね、結構打つんですよ、うん、で彼はほとんど大学に行くって話だったんですけども、うん、その評価が上がったことによってプロ仕事届け出して、うん、高校の時はですね通算34甲子園のホームランで詰まって持っていってるんですよ、うん、彼は履正社だし、うん、ちょっと安田と争わしながら、うんうんうん、右のサードとして、うん、いいね、いいね、いいんじゃないですか。しかも高校通算、まあ、34本なんですけど新チーム結成から28本打ってて、うん、なんとアンダー18ワールドカップで4番です。なので勝負強い日本の4番ってキャッチフレーズです、うん、 俺ドラフト3位して、3位してるんですか。第3回選択希望選手、千葉ロッテ西舘浩太、うん、専修大学、うん、あ西舘雄飛じゃなくて西舘浩太の方ですね、うん、菊池からの、はい、西井だって、はい、菊池より上かって言われてる。同じ仙台で、うんうん、ピッチャーもいるやん、うんうん、行くんちゃうかって3位ぐらいで、うん、僕ね、前田君は取れなかったんだけど1位してるんです。おお、誰？木村優斗、高校生ナンバーワン、霞ヶ浦高校なんですよ。ああ、霞ヶ浦ね、うん、はい、うん、のピッチャー、うん、代表にも選ばれてたんです、うん、この子は、うん、将来性で言ったらナンバーワンじゃないかって言われてる。へえ、右の、うん、はい、で、マックス150、身長185、うん、体重80、うん、今のところカーブ、カット、スプリット、ツーシームを投げるピッチャーなんですけども、うん、力感のない方からピュンと球を投げる、うん、吉井さん、育ててもらえませんかってお願いします。おー、好きそうなんですよね。いいね、はい、俺ドラフト6位してる。6位6位6位、うん、6位、第5、6回選択希望選手、千葉ロッテ、宮崎和樹、外野手、山梨学院大学。いい、うん、いい、いい先生、好き、好き、うん、日本大学です、うん、で足早いから、うん、好きやろって、これアマチュア界で何て言われてます、塩見2世じゃん。そうなの、はい、それ、まあ、もっと聞いて、うん、早く聞いちゃったんですけど、取れないです。そんな実際、もうちょっと上ですか。わかりますよ、なんで、わかりますよ、
なるの。はい、うん、いや右のが怪しい欲しいんで、足の使いたい球団だったらトータルです。で、荻野の後釜に。あ、いい。これはもうロッテに隠し玉も持っといてくれ。うん、いい。じゃあ、大卒ピッチャーいります？いや、それピッチャーいるよ。いりますよね、結構。うん。じゃあ、これプロ志望届出しました。うん、中央大学、うん、石田雄太郎投手。うん、来たか。はい。バレた。沢村いるからね。はい。三馬投手もいます。中央。井上もいるから。はい。そう、中央結構ラインありますよ。で、高校が清成高校という静岡出身です。隠れた静岡出身いました。はい。出身はもしかしたらね、静岡じゃないかもしれないんですけど、高校が清成高校、神奈川だ。そうかそうか。まあストレートがとにかく魅力的だと、キレがあるってね。なんか先生もめちゃめちゃいいって言ってましたね。これね、中央大の子に実際聞いてきたんですよ。うん。僕は西舘君を見に行ったんですけど、西舘君、ゆうひ君の方か、西舘君いいだろって言ったら、いやいや、中西さんのスタッフさんと、西舘君よりいいのは石田さんですよ。それもチームの方がいい。チームの、これなんでなんですかって聞いた時に、石田君はストレートの何歳球威がいいと、質はストレートのしてた石田さんで、変化球とかやったらやっぱり西舘君と。へー。で、マックスほど速くないんですけども、球威っていう部分で僕は村上みたいなタイプ。ああ、阪神の村上投手。俺でも前田を外した後の外れ位置を知ってんの。さっき先生も外れ位置言ってましたよ。木村君、霞ヶ浦の木村君。俺もう一人、こっちもあるんちゃうかって。はい、教えてください。第1回選択希望選手、早坂音投手、幕張総合高校。地元、地元。2位もしくは2位で、はい、地元やしね、しかも、うん、これ取らないって誰取るんやって話や、正直。そうですね。あともう一人いんで。もう一人ですか。うん。はい。ヒラの大地。仙台松戸高校。これはまあ横山だから、横山。仙台松戸ね。はいはいはい。ここは行かなきゃいけんやろと。やっぱロッテ的には。うん。早坂に。もう一人だけ言っといていいですか。いいの。お。これね、隠し玉なんです。これロッテの方々がドラフト見ててもし取られた時に、誰ないようにこのチャンネルで予習しといてほしいです。うん。これね、アマチュア界の中では篠塚さんより守備もいい。そうだ。押本修也かって思います。まだプロ仕事がいらっしゃる、もしかしたら大学に行っちゃうかもしれないですけど、内野の守備、守備範囲は抜群に良い。足も使えてバッティング能力も非常に高い。これから伸びしろって考えると彼は篠塚さんよりいいんじゃないかって。密かに捧がれてる、捧やかれてる。これでマークしてたんです。そうだね、地元だしね。地元なんです。もう一回何くんだっけ。押本修也。押本修也か。調子ショー。はい。はい。トリッキーなとこ行っていい？トリッキーなところ。どうぞ。森岡大地、投手、能代松陽高校。松陽かな？松陽高校。能代松陽ですか？その子大学行くんじゃないかな。そうなん？いいですか？能代松陽です。松陽な。はい、野球やめるって言ってました。え、そうなん？野球やめるつもりって言ってます、高校で。そうなん？やめちゃいました。ええ。よかったですよ。も見たかったんですけど。ねえ。はい。やめる。ええ。まあそれ人生だからね。はい。仕方ない。じゃあドラフトの順番としてはまず順番こだわるね。順番というか一位ピッチャーで行くんですよね。うん。一位はもう前田君だから。もう前田君なんです。うん。一位。でもそこはいいです、前田君で。はい。で二位もピッチャーだから。ピッチャーで行って。二位もピッチャーね。うん。これ石田君行って、石田君行ってほしいな。二位で選ばれるぐらいの逸材ですよね。逸材。うん。いやでも俺早坂君行ってほしいんだけど。三位で行きます。三位。じゃあ三位で。あとでも野手のね。でも今だと1、2、3ピッチャーですよ。いやいや、それはちょっと取りすぎやな。大砲、宮崎くん気になるんですか。宮崎くんいいね。じゃあ大砲を、大砲系を2位とか3位で入れると。そうやな。上田くん余ってる？2位余ってないです。ドラゴン1位でいきそうです。いやもうそうなったら外国人で補う。いや、人インドいるんですよ。インド伊勢のラオウっていうの。伊勢のラオウ好きやな。レオくんだっけ。レオくんね。伊勢。伊勢のラオウ好きやな。90cm、本当に魅力なの。荒削りですけど、誰か。じゃあもう荒削りいい？これ西武か分かったんだけど、もう西武終わっちゃったけどね。金田光大、西武大高校。いいっすよ。サードショート。パンチ系ある。パンチ系。履正社の森田君は、さあ、右のサードね。いやー、いやーピッチャーとじゃあ打てる人、長打力のある人が欲しいよね。いや
かいいドラフト5位、いい5位余ってるから分かんないけど、はい、これ5位で5位かよって言われてないから、はい、そう本人もっと上だろみたいな小田島清流投手、取出翔陽から中央学院大学で日本通、うん、右、うん、力投派。え、日本ハムこれあるんじゃん。日本ハムロッテの動画ですよ。で言い忘れてたけど、うん、日本ハム、うん、片山ライク、うん、NTT 東日本、うん、北海道白樺学園から NTT 東日本入って3年目で、うん、だから若いねまだ、うん、北海道だから。おお。でもまあいやどう。ピッチャーやろ1位は、うん、じゃあですね、行くやろ前田君でしょうね、うん、で、2巡目に野手やな、野手、うん、長距離砲ね、うん、ラオ、伊勢のラオで、3位にもう1回ピッチャー行って大卒とか、うん、いや、高卒でも、高卒でもいい、やっぱこの俺この幕張総合何位まで余ってんだろうな、入れたいね、俺はロッテにどうしても、うん、ロッテに入れたいんや、この早坂君を、うん、じゃあ何かな、じゃあ早く取らんとね、いいからね、ほんとに、じゃ前田君取れるか分かんないじゃないですか。そうだね、そこだね、だからそしたらもういい野手を1位でパンチ力いっちゃって2位で早坂君もありますよ。あ、そうだね、まあ、上田君とかを取っちゃったらいいですよ、うん、前田君無理なら上田君を先に取って、でもお前先上田君どっかが行っちゃってたらもう上田君が待ってる、やっぱ早坂くん行きたいな、うん、地元だからね、うん、幕張総合これはもう行くしかないっしょ、うん、な何人まで余ってるから駆け引きやな、 そうですね、そこはね、その駆け引きが面白いと思います。3までやってます、うん、3だったらいいよ、3で、うん、3だったら、うん、あとはなんかどっかが意地悪して、うん、こう幕張やがロッテ取るから先取っちゃおうみたいな、うん、マジやめて本当、まあ、先生高校の石田くんは、うん、まあ、言うてあれですから別にロッテじゃなくても、うん、いいところ行って活躍してほしいですから、うんうん、まあ、早坂君がロッテ来たいかどうかは俺は分からんけど、うん、ロッテ行っちゃうかっていう勝手に、はい、勝手に、どうするんや見てて、いや無事ロッテとかマジ無理だからさあね、はい、というところかな、うん、だからまあ、ね、今まで話題があった国学院、青学、東洋、ね、アジアとか、うん、そういうところはいかなそうだよね、うん、どっちかっていうと、そうですね、うん、俺は前田くん行ったくちゃうかと思うけどね、まああとはあの選手代のね、うん、西田瀬光太くんね、うん、とかね、うん、うん、感じかな、はい、あ、おい、これあるらしくて、これなんかちょっと気合いの入ったね、交渉金会あれもあれも持ってきてよ、あれ作ってんですか、作ってるらしい、作ってるんですよ、これ、13回目にドラフトしかもすごいよ、これ仮想ドラフト2023里崎チャンネルって書いてる、すごいちゃんと、おっ、これいっぱい入ってて、そうなんです、ってるで、うん、じゃあ俺、前田くんね、前田くん、うん、まだか最悪やりましょう、はい、うん、まだか最悪、じゃあ俺これするわ、お分けください、はぁ、うん、おい、ついてるマーク、ええ、あ、ロゴでした、あ、俺もロゴだった、これじゃん、おい、2人とも、2人とも今、真中さんパターンだね、はい、真中さん、ごめんなさい、ちょっといじってごめんなさい、13回、これでやるから、はい、決めようと、うん、これで、これで、仮想ドラフトで12球団決めていくってことですか、そうそうそう、13回目にね、はい、仮想で楽しんだから、うん、はい、ということで、まあ、ということでね、ロッテ、うん、こんな感じだね、うん、はい、私は、はい。